はいそれでは本日は、えー、元教師ユーチューバーの杉山先生にお話をお伺いしたいと思います杉山先生今日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいそうですねまあ元教師からユーチューバーということでねえ、なんでじゃあそうなったんだろうってみんな興味津々 だと私がまず興味津々なんですけれども、あのまず最初にではお伺いしたいのが、まあ杉山先生がですね、なんで教師を辞めてその今のユーチューバーになったのか、まずそこをお聞かせいただきたいと思います。はい、えー、っとですね、私はあの静岡で今今も静岡に住んでるんですけど、静岡で、うんえー、10年以上公立の 中学校の教員としししてて勤務してきましたで。教科はです、ね、音楽と社会科2つ教員免許を持っていて、まあ、採用は音楽家なんですけど音楽家と社会科と、えー、両方を教えていましたであの皆さん中学校時代に音楽の授業ってどういうイメージでしたかね、まあ、好きな子はね好きだった うん、と思うし、まあ、ピアノやってる子とか歌が好きな子なんかは一生懸命音楽の授業を受けてくれてたと思うんですけど、うん、あの基本ね公立中学校の生徒ってあのそんんなななに音楽好きな子ばかりじゃないんですよで、うん、音楽じゃあ合唱効果歌おうとか、えー、じゃあ教科書に載っているこの歌歌おうって言った時にですねまあ真面目な子音楽が好きな子は頑張って歌ってくれるんですけど、うん、多くの子はですね なんでこんなの歌わないといけないんだよみたいな感じから始まるんですねあ<ー>大体。ではははいいい中にはですね小学校とかが結構荒れていたり、うん、まあ小学校で今学級崩壊多く起こってるんですけどね、うん、その小学校がかなり荒れていたりするともう中学校に入ってきた段階でもうかなり反抗的というか、うん、音楽 なんかかやってあれっかよみたいななんで歌わねえといけねえんだよみたいな状態から入ってくるっていうそういう子もかなりたくさんいるんです。<Yeah. S 2> えー、でそういう状況の中で、うんまあ、もちろん好きで音楽の教員社会科の教員になったので、うん、楽しく授業をやっていたんですけど、まあ、やっぱり最初はですねあの、うん、もうまあそんなこと言わずにとりあえずみんな歌ってみようよと言って歌って。 で、うん、いやーうまいねみんなほんと天才だねちょっとじゃあ次これ歌ってみようかみたいな感じで乗せたり <laughs> おだてたり <laughs> 褒めたり時にはまあ指導したりアドバイスしたりしながらうん、うん、まあなんとかそういう教員のテクニックを使いながらこう生徒のスキルを伸ばすっていうのを10年以上やってきたんですね。うんうん、そんな中で私もともとその大学時代から歌を 専攻していたので、まあ、ミュージカルとかオペラとかの舞台に教員時代も時々呼ばれて立っていたんですね。<ー>でその市民ミュージカルに出た時にですねはい、はい、もう本当に歌が好きな子たちうん、うん、私が普段教えてることを同世代もっと小さな子もたくさんいたんですけど本当に歌が好きで、うん、もう少しでも歌が上手くなりたいですという。 えー、意欲を持った子供たたた子ちがたくさんいたんいです、ねうん、で、そういう子どもたちと一緒に活動していく中で、うん、なんかもっとこう今の仕事ももちろん楽しいんだけどもっとこう本気で歌がうまくなりたい本気でやる気がある子どもたちに自分が持っているスキルとか、うん、知識とかを教えていったらどうなるかなと。 教自分はそういうスキルがそういうスキルというか、まあ、社会で自分の力で生き抜けるスキルがあるのかなっていうのも試したいっていう気持ちもあったし、うん、そういう子どもたちに本当にお本気で教えたらどこまでいけるかなっていうのを試したかったっていう気持ちがあるんですね。うん、でそういう気持ちから、まあ、教員を辞めて、えー、その 音楽を教えるボイストレーナーとして、まあ独立したんですよ。で、まあ、ボイストレーナー、まあ舞台の仕事ももちろんやりたくて、いろいろなところに呼んでいただいたり、自分で企画したり、えー、ライブを開催したりっていうのもやってたんですけど、もちろんそれだけだと食べていけないので、まあボイストレーナーとして、えー、生徒さんに来てもらって、そこで歌を教えてっていうような仕事をしていました。 であの、そんな時にですね、まあ、なんとかそれで食っていたんですが、えー、2020年の2月28日ですね、えー、安倍総理が全国一斉休校要請を出したんですよ、はい。で、ちょうどその時私、スタジオでレッスンをしていて、中学生の女の子はね、えへーって言ったんですね。 で何どうしたって言ってこうスマホ見ながらえぇ、ー、出してって言っててどうしたって言ったら「3月から学校休みだって」って言うんですよで「うん、えっ何そんなことある?」って言って自分も急いでスマホでニュース見たら安倍総理が会見開いてて、うんえー、一斉休校の要請をいたしますって言ったんですね、うん、でうわこれは大変なことが起こったなって私その時に思ったんですよね あの今までこう教員やってきた中で全国一斉休校って10年以上教員として勤めていて1回もなくて、うん、でしかも,もう今までの歴史上もおそらくないって思ったんですよね。でそここで大変なことが起こったぞいうふうに思ってでそこからいろんなことを情報を調べていやこれは自分の仕事も音楽の仕事もボイストレーナーの仕事も危ないかもしれないと思ったんですよね。 でそこからもう本当に不安な気持ちで夜も眠れない中でいろいろ調べてで自分で YouTube でコロナの情報を発信し始めたんですちょっとずつ。で、はい、案の定めちゃくちゃ大変なことで、うんえー、自分はそれ以降ですね音楽の,その舞台の本番の仕事が一本も入らなくなっちゃったんですね。 今までは月にやっぱり何本かは少なくとも本番があったんですけどもう1本もなくなっちゃって、はい、でまあボイストレーニングもまあ休みになっちゃう子もいるし、うん、まあなんとかねオンラインとかで続けてくれる子もいたんですけどもとにかく仕事が激減しちゃったで、うん、ただその時ラッキーだったのがそこで YouTube を発信してたことでですねそれを見てくれる人たちがいたんですね。 は発信をその前からしてたっていうことですか、はい、あの本当にね趣味でちょこちょこっとやってたんですけど<ー>本格的に頑張ってしやり始めたのがその安倍総理の <laughs> 会見がきっかけですね。音楽の仕事を失うと同時に<ー> YouTube の方がちょうど運よくぐぐぐって伸びていってくれたのでん<ー>、まあ、そんな経緯で<ー>中学校教員を辞めてボイストレーナーからー。 を経由してユーーーチュバになったと、うん、まあそんな感じの流れです、はい、そうなんですね。じゃあまさに本当に、はい、まあコロナによって大きく転換が起こったっていうそうですね。まさに人生が変わったっていう感じですね。はあ、はい。っていうことなんですね。はい、なるほど。はい。ありがとうございます。ちなみにあの、まあ、その そうですよね。音楽っていうこと自体はもともと好きだったんですか、ボイストレンダーとかをやる前の音楽教師になろうって思った背景のこととかに関しては、もともと自分自身はそれが好きだったっていうそうですね、私ね、スイスの学部に高校の時に入って、それから音楽を始めた、だからだいぶ遅いんですね。うんあの 音楽の教員になる人ってもうなんかもう3歳からピアノやってましたみたいな人が多いんですけどもう楽譜もそりゃ読めるでしょうみたいなあのこの音聞いたらそれが何の音か分かるの当たり前でしょみたいな感じの世界なんですけど私はもう高校から始めたので全然もうピアノも弾けなくてもう必死に練習して楽譜も会社読めなくて。 はい、一緒に勉強してで教員になったんですね、うん、まあ音楽が好きだったっていうか、まあ、それ以前に私ね運動がすごく苦手っていうか嫌いだったんですね<ー>で、まあ、私の時代ってすごくこう「男は運動」みたいなあ<ー>、はい、うちの親も「もう頼むから運動部入ってくると。へ<ー> 男ちょっとヒーロー花形的なイメージありますよねこ、はい、の子はね運動もできないようじゃどうしようもないから頼むから運動部に入ってくれって言われてでいやいや中学校まで運動部に入ってたんですけど今後、うん、に入ってちょっと好きなことをや,やってみたかったことをやってみたいなと思って吹奏楽部に入ったっていうのがまあ音楽の道に入るきっかけでしたね。音楽以外に社会科も先生持ってらっしゃったんですよね。はい はい、それがね今の YouTube の,の社会問題とかにも多分つながってると思うんですけど音楽と社会がなんか並行してるのがすごく不思議だったんですけどあなるほど。社会化の背景は何かあったんですかあの、まあ、それも結局運動が苦手っていうのがあって、うん、でもやっぱりあの、ね、男は運動みたいな時代だったんで <laughs>、まあ、もう本当に、ね、私田舎の出身で、まあ村,うん、村ですよいわゆる村みたいなところで。 もう村の男子は全員野球スポーツ少年団に入るみたいな <laughs> 入らないと近所の人が家までやってきて説得されるみたいな本当にそんな感じだったんですね、えー、そうやってかもう本当に嫌でそれが、うんまあ、唯一自分の中で楽しかったのが漫画だったんですね、うんうん、でその時に「ドラゴンボール」とか「悠々、はい、白書」とかうん ルローニ剣とか流行っていてい「あ<ー>まあドラゴンボール」だったらね昔中国っぽい感じだったし「悠々、うん、白書」もまあ中国とか日本の文化で「ニケンシンとかだったら幕末みたいなそういうなんかこう、うん、ちょっとこうお話の世界に入っていくのがすごく好きだったんですね、うんはい。そこから歴史に興味を持って社会科の教員を目指したっていうのはありますね。はいへー すごいですね。なんか日本の漫画もすごい。そんななんでしょう。人生にめちゃめちゃ貢献してる。ですよね。<laughs> は<い> <laughs> なるほどはい。ありがとうございます。今のそのあのまあ、いろんなね。まあ、たまたまコロナでその情報発信をしていてっていうのを？ がまあたまたまそれであったって言ったんですけれどもでもまあ YouTuber 以外の道もあったじゃないですか、はい、まあその中でも YouTuber としてその道を目指した何かその発見とか出会いとか何かきっかけはあったんですかえっとですねまあ、うん、YouTuber を目指したっていうかまあたまたまその時に YouTube というツールがあって。 でたまたま多くの人に見ていただけたっていうのもあるんですけどやっぱり大きかったのはですね、うん、作家の本田健さんの存在ですかね、うんはい、作家の本田健さんって「ユダヤ人大富豪の教え」っていうベストセラー本を出版されてる方でもう大人気作家なんですけど、うんはい、その人がその3月の初めにコロナの情報をあの YouTube とか Facebook ライブで出したんですね。 もう東京オリンピックは開催できませんとおそらく初めて言ったんですねそこまで,うん、うん、でそれもすごく衝撃を受けてそこから本田健さんが動画でこういうふうなことを言っているみたいなそれについて私はこう思いますみたいな動画を私 YouTube で出したんですよそうしたらそれまでチャンネル登録者数が200人しかいなかったのが、うん、もうわずか1週間ぐらいで3000人まで増えたんですね へなのでやっぱりその本田健さんのとの出会いというか、うん、本田健さんの動画を取り上げたことがもう一つの転機だったと思いますなるほどやっぱりご自身がそれにショックを受けたものをそのまま発信した そうですねそのコロナの,、うん、その安倍総理の会見もそうだったしその本田健さんのお話もそうだったんですけど、うん、もう自分が不安だったんですよね、うん、結局明日にも仕事を失うかもしれないこれから先も教員を辞めちゃってるし。うん もう1年後仕事がゼロかもしれないっていう状況になってもう明日どうなるかわからないっていう状況になって自分が不安で不安でめちゃくちゃ調べたんですね。でそれをまとめて出したんですけどまあネットの世界って自分が不安に思っていることを不安に思ってその情報を欲しい人たちもたくさんいるんですよね。あ<ー>ああだから、まあ、私は医者でもないし科学者でもないんですけどうそういう不安を。 集約してあのまとめて、うん、それが、まあ、自分なりに解消する方法なんかを提示できてそれが多くの人の役に立てたじゃないかなと思うんですけどね。はい、なるほど確かに何でしょう本当にその不安をどうやって解消していくのかっていうのがやっぱりね情報によるなんか安心感とか。 やっぱり分からないことに対する不安って人って本当に大きいですもんね。はい、うーんなるほど。じゃあ本当に、まあ、偶然の必然というかそういったことがねあの、はい、った感じですよね。はいいありがとうございますでは今ですねその活動されている中での,あのご自身の中での活動指針とかその計画みたいなものがもしあれば教えていただければと思います。 そうですね、活動指針というか分からないですけど、まあ、YouTube の動画にしてもあと私 TikTok もやっていて TikTok の方が最近調子よくて、ねうん、あのもうすぐ10万人いきそうなんですけど<ー> TikTok なんかは、ねはい、あのまだ収益がゼロなんですよしてないんですね、うん、プログラム始まってないのでそれでも毎日動画出し続けてるんですねそれって何かっていうと結局ねあのファンとの約束だと思うんですよね。うん 明文、ね、化されてないんですけど、うん、私はもう毎日こうファンを楽しませますよ、うん、だから見てくださいねだから登録してくださいねっていう約束その信頼を裏切っちゃいけないと思っていてなるほどだから何にも契約が結ばれてないけど私は出し続けるっていうことなんですよそれがまあ行動指針って言えるんですかね。はい、うーん いや、いいですね。いや、大事ですね。なんか、すごく今、心に響きました。<laughs> うんされます。でね、なんか、私もちょっと覗きましたけど、なんか、先生はどういうふうに成績つけてるのとか、めっちゃ興味ある内容、いっぱいあげてましたもんね。そうそうそう。<laughs> ぜひ、あの、見ていた、TikTok も見ていただければと思います。<laughs> はい。 はい、じゃあ最後にです、ね、あの今の夢やビジョンを、はい、あのお聞かせいただければと私はですね、まあ、ビジョンというか、うん、自分ではミッションというふうに考えているんですけど自分の人生の中で一番大きな、うんえー、役割使命がですねあなたが自分らしく生きられる時代を作るっていうのが私の一番大きな目標ミッションなんですね。 でそれは何でかっていうと、まあ、教員時代もそうだったんですけどあのやっぱり拘束とか決まりとかルールとか、まあ、大切なんですけどものすごく人間ってそういうも日本人特にそうだと思うんですけどそういうものに縛られていてすごく苦しい自分を押し殺して生きてる人がたくさんいると思ったんですね。うん、なので そういう世界じゃなくてもっと自分らしくみんなが生きられる世界を作りたいなっていうのは教員時代からも思っていたし教員を辞めてからも思っていたし、うん、YouTuber としてももちろん思ってるで TikToker としてももちろんそれは思ってるんですでやっぱり YouTube とか TikTok でコメントくださる方も本当に先生の動画見,た見て救われましたともう誰にも相談できなかった。 でもこの動画見て本当に、ね、気が楽になりましたとか不安が解けましたとかあの本当に明日から頑張りますみたいなコ,コメントすごくたくさんいただいてうんまあ少しは、ね、あのこの動画を出すことでいそ多くの人がのちょっとでも自分らしく生きられる役に立っているんじゃないかなと今思っています,うんいすごく。はい いいお話をありがとうございますじゃあの方法というかその,、ね、あの音楽という方法やその学校の先生という方法は変わったけれども本当にその一人一人の一人にねあのその人が本当にその人らしくあれるようなこう道だったりとかなんかそこに対して自分がこう何ができるんだろうっていうのを本当にその時代の流れに沿ってなんか 柔らかく柔軟性を持ちながらすごい活動されている瀬山先生のお話が今日はすごくあの勉強になりました。はい、じゃあ,あのもっともっとあの聞きたいお話もございますが今日はですねあの一旦こちらでインタビューの方はあの終了したいと思います。はいはい 今日は、では、インタビュー担当させていただきました福田と申しました。はい。では、あの、見ていただいた皆さんも、今日はありがとうございます。杉山先生、今日はお話聞かせていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。